ユニバーシティサークルを通るヘルスライン車両ヘルスラインは、アメリカ合衆国をハイオ州クリーブランド市において、大クリーブランド地域交通局によって、運転されているバスラピットトランジット路線である。この路線は、ユークリッドアベニューに沿って、ダウンタウンクリーブランドにあるパブリックスクエア駅から、東クリーブランドにある EN、ルイスストークスステーションアット、ウィンダミア駅までを結んでいる。 2008年10月24日に営業を開始した。駅に停車中のヘルスラインの車両全部で21両の連接バスで 60LFBRT で運転されている。座席定員は47名であり、加えて53名以上の立ち客も乗ることができる。この車両はディーゼルと電気によるハイブリッド方式であり、通常のバスと比較して90%減の 排気ガスしか排出しない形式である。各車輪に据え付けられた小型電気モーターを動かすための電力を低用ディーゼルエンジンが発電するという仕組みとなっている。各車両内には GPS ロケーターも設けられており、これを用いて混雑する交差点において交通信号機に指示が送られ、ヘルスラインバス車両が優先して通行し、可能な限り進むことができるような仕組みになっている。 車両の各側面にはドアが3つあり、迅速容易に乗降ができるようになっている。ヘルスラインには、ユークリッド通りに沿って59の駅が設けられている。全駅には乗車カード自動販売機、24時間の照明、緊急用電話が設けられている。また、到着予想時刻が表示される、電飾も字式のディスプレイもある。パブリックスクエア駅からイースト10。 セブンスストリート駅までの全駅では、車両の床面と同じ高さに揃えたプラットフォームが設けられており、とても容易に乗降することができる。ヘルスラインの路線は、クリーブランドのダウンタウンにあるパブリックスクエアを起点とし、ユークリッドアベニューに沿って、東クリーブランドにある EN、ルイス・ストークス・ステーション・アット・ウィンダミアを終点としている。この路線は、途中、ダウンタウン・クリーブランド、 ミッドタウン、フェイアーファックス、ユニバーシティサークルの近く、およびイーストクリーブランドの郊外を走っている。パブリックスクエア駅からイースト105、スストリート駅までの間では、ユークリッドアベニューに中央分離帯に接する2つのバス専用レーンが設けられている。これによって、ラッシュ時間帯において、バス車両が他の一般交通の渋滞に巻き込まれるのが避けられている。 ヘルスラインを保管するものとして、クリーブランド州立大学とケースウェスタン、リザーブ大学とを結ぶザ・ストレッチ・ユークリッド・アベニューの外側にはバイクレーンが設けられている。ヘルスラインは24時間運転がなされており、またラッシュ時には5分間隔という高頻度運転がなされている。実際の運転間隔などの情報は、公式サイト上の How It Works を参照。平日土日。 ありがとうございます。